山脈の開演5分前です。キミちゃん聞こえた？お客様席に戻ってきていますよ。分かってるわよ、うるさいわね。3分前。分かってるって。そんなことより白野はどうしてるの？向こうの楽屋見てきて。見なくても分かってます。飲んでるのね。ウイスキーをラッパ飲みしながら片手でメイクをしてますよ。震える手で？そう、震える手で。間に合うの？あの人、いつものことですから間に合うでしょう。楽屋から舞台まで歩けるといいけど。付き人が抱えてきますよ。なんとか1幕2幕とやってきたじゃない。お客さんの反応も上々よ。キミちゃん、あなたこそ早くして。白野が板つきしましたよ。早くキミちゃん出て。この3幕で終わりだから頑張って。あのじいさんがとちったりセリフを忘れたら、あたし黙って楽屋引き上げてくるからね。分かってるわね、はるちゃん。我慢してください。じいさんある長なんだから。最後の一幕よ。早くキミちゃん板つきして。大丈夫ですか？苦しいの？アラスの戦場の古傷です。今でも時々こううずく。大丈夫です、すぐ治ります。あら、もう治った。お互いにそれぞれの傷が。私は私の、この古傷はいつまでもこの胸に、私の胸に黄ばんでいくお手が今でもまだ涙と血の跡がにじんでいる。彼の手紙ですな。やめて、お酒飲むのやめて。お客さんに見えるわよ。ちょっと一杯飲まないとセリフが出てこない。キミちゃん、ダメよ、戻ってきちゃ。何が何でも舞台に行ってくれなくちゃ。だってあのおじいさんセリフ忘れてんのよ。ほんともう頭きた。気持ちはわかるけど、あなただって忘れるじゃないの。私にはあなたっていうプロンプがいるじゃないの。彼にはいないの？いますけど、彼女今夜は休んでるんです。クリスマスイブだから、お嬢ちゃんのお相手をしなきゃならないんですって。じゃあ私の小一はどうなのよ。まだ小学生だっていうのに一人でアパートで待ってんのよ。それは分かってるわよ。二つのもの心、そしてクリスちゃんを痛む心に、ほんのわずか。何してるのよ、じいさん。私今何喋ってんだよ。なんかブツブツ喋ってるわよ。夕暮れ時の照明をいいことに、時々後ろを向いてウイスキーのポケット瓶をラッパ飲みしているわよ。セリフは？アラスの戦場の古き。適当にアラスの戦いの凄まじさをアドリブでまあ持たしているわよ。まんざらバカでもなさそうよ。同じセリフを言ってるだけじゃないの。アラスの戦場。ダメよ、こんなことじゃ絶対にお客さんにバレちゃうわよ。だから早くキミちゃん舞台に出て。ほら、おお、ロクサーヌよ。そなたはどこにいたのだ？あなた様の後ろでずっと泣いておりました。アラスの戦いのお話に止めどなく涙が流れて、
私の心は朝から晩までいつも涙が溢れて止まりません。どうにも止まらない、止まらないったら止まらない。ダメだわ、はるちゃん、何とかして。台本にないでたらめ喋られると後が続かないのよ。私、あんたが白野をやるって決めたんでしょ。イブの夜は白野で締めるんだって言ったのはあんたよ。最後までちゃんとやりなさいよ。ほら、お客様、あのおじいさんのアドリブを聞いてあんなに喜んで笑ってるじゃないの。早く舞台出なさいよ。君ちゃん、あなた役者でしょ。舞台はあなたの命でしょ。私にとっても命です。はるちゃん、泣かないで。ごめん、わかった、行くわよ行く。でもお願い、はるちゃん、プロンプしてね。私とあのじいさんの二人分のプロンプよ。わかってるわよ、いつものことですもの。舞台出て。この古傷はいつまでもこの胸に、私の胸に黄ばんでいくお手紙、今でもまだ涙と血の跡がにじんでいる。彼の手紙ですな。いつかひょっとして読ませてあげることもあるかもしれないとおっしゃっていた。そうでした、お読みになりたい。ええ、今日こそ読んでみたい。どうぞ。ああ、戦場の匂いだ。思い出す。クリスチャンのあのつぶらな瞳。彼の最後の。忘れた。なんだっけ。なんだっけ。忘れた。ちょっといっぱい飲ませてくれ。早く飲みなさいよ。後ろ向いて。お客さんに見えるかな。大丈夫、照明は夕暮れ時なんだから、暗いんだから。そんなことより早く飲んで。ダメだ、セリフが出てこない。あんたのプロンプターは。クリスマスだからって家へ帰っちゃったよ。お嬢ちゃんが待ってるからって。やめた、私もうやめた。私やめた、私もう帰るわ。ダメ、戻って。お客様あげるでしょ。おまけに今日は満員でしょ。なんで満員なのよ、イブの夜だっていうのに。カトリック教会の人たちが大勢来てるのよ。今宵こそは我が愛しい人よ、なおも語り尽くせぬ恋ゆえに沈む心を抱きつつ、すでに死なねばならぬとは、もはや私の酔いしれた眼。ほら、私の瞳を。思い出してちゃんと喋ってるわよ。舞台出てつないでください。白野が死ぬ最後の場面、もう少しの辛抱よ。さあ早く。あのお方のお手紙をお読みになるその声は、私の瞳のあれは絶えなる宴、あなたの御振る舞いに口づけしようと思うことももはやかなわず、もはや。どうした、また忘れた。
なんだっけな。私がプロンプする。もはや叶わず、今もまざまざと額にふとお手をお当てになる様子など。もはや叶わず、今もまざまざと額にふとお手をお当てになる様子など、この目にありありと浮かび出て、声を限りに叫びたい。そのお声は、そう、初めて聞くお声ではない。どうしてお読みになれますの、この夜の暗さに。14年もの、ほどけて人を笑わせる昔なじみのお友達の役をずっと引き受けてくださった。なくさぬ、そんな。あなただったのでございますわ。違います、ロクサーヌ、違う。ちょっとハルちゃん、セリフなんだっけ。はい、私の名をお呼びになったあの時に気がついているべきでした。違います、私ではない、あなたでした。誓っています。早く舞台へ行ってアルチューノ爺さんに申し入るのよ。私の名をお呼びになったあの時に気がついているべきでした。違います、私ではない。違います、私ではない。あなたでした。誓っています、誓っています。あなたを愛して何度いなかった。愛しておいででした、私を。そりゃ別の男だ。私をあなたが愛した。違います、それは。そういうお声も、もう力がない。違うんだ、愛しい人。あなたを愛して何ぞいなかった。思えばさまざまなことが、滅びては生まれました。どうして黙っておいででしたの。なぜって、あの方はこのお手紙とは何のゆかりもないではありませんか。涙のあと、あなたの涙。血の跡は彼の血です。なんだっけ、彼。これは、おい、ウイスキーなくなっちゃったよ。どうしたの、キミちゃん。もうダメ、やってらんない。ほんと疲れたわ。私は女の優しさってものを知らずに来た。母は私を醜い子だと思っていた。妹もいなかった。まあ、ここは白野の長台詞が続くから一休みしてもいいわ。幸い舞台は夜だし、あなたがいなくても気がつかないわよ。ありがとう、春ちゃん。お客さんの様子は？上々よ。みんな浸透して夢中になって見てるわよ。早く終わって家に帰りたい。翔一が一人アパートで待ってるのよ。あのじいさん今なんて言ってるの？あなたがおられたおかげで、せめて女の友達を私は得た。私の人生に、あなたのおかげで、女の絹ずれの音が聞こえたのです。どう、ちゃんと喋ってるの？なんとか頑張ってるわよ。ウイスキーの小瓶も空っぽみたい。もう私のセリフはないわよね。ただ泣くだけよ。暗いベンチの後ろに座って、
ただ泣き崩れればいいのよ。きっかけをちょうだい。その時だけ出てくから。だがもう行こう。失礼する。そう待たせてはおけない。見てくれ、月の光が迎えに来た。今夜神の懐へ入る時にはな、俺は。こう挨拶をして青空の門を広々と吐き清めて、貴様らが何と言おうと持っていくのだ。しわ一つしみ一つつけないまま。はい、君ちゃん出て。それはな、私の。あのサンタクロースの衣装着て。分かってるわよ。いつものように私がサンタになって翔ちゃんにプレゼントを渡すんでしょ。お願い、春ちゃん。私すぐメイク落とすから。今年のプレゼントは何？翔一が好きなゲームがあるの。ちょっと私アンケートもらってくるわ。じいさん帰った？さっき楽屋から出て行ったわよ。あなたに明日もよろしくね。だって。何がよろしくよ。ロックスってセリフも覚えてないくせに。ちゃんと覚えろっての。あの人はただの飲みすぎよ。まったく延べつ幕なしに一日中飲んでるんだから。そんなに人生辛いことがあるのかしらね。辛いことばっかりよ。キミちゃん、この花。何よ、バラじゃない。あのね、客席にいたのよ。その人がこれをキミちゃんに渡してって。まあ嬉しい。奇特な人もいるもんね。私に真っ赤なバラを一輪くださるなんて。クリスマスだから。その人の隣に翔ちゃんも座っていたのよ。え、どうして？翔一は一人で家で待ってるはずよ。あのね、客席係が教えてくれたの。あなたが2年前に離婚した旦那さんが翔ちゃんと二人でずっと見ていたんですって。まさか今どこにいるの？あなたさえよければ楽屋に来るって。待って、こんな格好してるし無理。早く着替えて。私客席でさ、二人とちょっとお話をしてるからさ。分かったわ。私が着替え終わってメイクをするまでの間止めておいてよ。分かったわ。大丈夫よ、君ちゃん。駅前の喫茶店で待ってるからゆっくり着替えをしてくるようにって言ってたわ。助かるわ、はるちゃん。ありがとう。なるべく急いで行くわ。私も帰り支度をするわ。今年はこの衣装はいらないわね。私がいてはお邪魔ですものね。ごめんね、はるちゃん。
したの？羨ましくて。どうして？あなたには翔ちゃんがいる、それに旦那さんもいるけど、私は一人ぼっち。うちへ来る？やめとくわ。大丈夫よ。これからもよろしくね。はるちゃん、長いこと本当にありがとう。イライラしてあなたに辛く当たったこともあったわ。本当に申し訳ないと思ってるわ。何を水臭いこと言ってるのよ。今さら私たちがコンビを組んでもう10年よ。私はね、好きなの、キミちゃんのお芝居が。平凡でさりげないお芝居が私は好きなの。はるちゃんにはプロンプまでしてもらって、あなたがいなかったら私は女優なんて続けていられなかったわ。もう大げさね。あ、そうそう、さっきのアンケートこんなにもらったわよ。読んでみる？やめとくわ。みんなベタ褒めよ。アル中のおじいさんのお芝居もベタ褒め。よかったわね。ところでハルちゃん、千秋楽はいつだっけ？12月28日よ。その後お正月休みどうするの？お正月は正一と実家へ帰るわ。山梨の清里なの。正一は毎日おじいちゃんとスキーに行くのよ。羨ましいわ、家族のある人は。それに今年は翔ちゃんのお父さんも一緒ね。ハルちゃんお正月休みは？貯金をはたいてブロードウェイに行くわ。え、本当？ブロードウェイのミュージカルアカデミーから超高生の認可証が来たの。そう、羨ましいわ。帰ってきたらまたキミちゃんの付き人をやるわよ。本当よ、約束よ。ええ。Thank you.